の発表者は、Yuezheng Jiang さん。タイトルは手書きの文字です。Our first presenter is Yuezheng Jiang. The title of our speech is Handwritten Letters.私はテクノロジーという言葉を選びます。この数十年間、テクノロジーの進歩によって生み出された産物がすごい数に増えて、ライフスタイルもすごく変化しました。バスや地下鉄に乗ると、いつも大半の乗客がスマートフォンを見ています。誰かに連絡したいときはいつでもメールやメッセージを送ります。しかし、生活は便利になってきたものの、なぜかこの世界は冷たくなっていると私は感じています。18歳の誕生日に、いつもの誕生日のように、私はスマートフォンのメッセージでたくさんお祝いをしてもらいました。中国のソーシャルメディアが友達の誕生日の前日になると、ユーザーにそれを通知し、あらかじめ書いておいたお祝いの言葉を特定の時間に自動的に送ることができます。この機能はとても便利です。友達の誕生日を忘れることも起こらないはずです。ですが、この便利な機能が原因で、よく友達からだけでなく、あまり知らない人からも同じフォントで書かれた同じようなお祝いをしてもらうことがあります。そんな時、私は相手にとってどんな人なんだろうと考えます。本当に私の誕生日を覚えていたのか、それとも便利だからメッセージをくれたのか、私が友達だと思っているのか、それとも普通の知り合いなのか。私はスマートフォンのメッセージだけで判断する自信はありません。一つずつ今年もらったメッセージにはありがとうと返事をしたけれど、なかなか心の底から嬉しさを感じることができませんでした。でもその日、私は高校の親友から一生忘れられないプレゼントをもらいました。それは手帳です。彼女は私の誕生日までの1ヶ月間、この手帳に毎日のように手書きで私に伝えたい言葉を書いてくれました。別の国にいてもよく連絡してねとか、お金持ちになっても私を忘れないでねという冗談とか、それを読んで胸がいっぱいになりました。彼女の字を読むと、私たちが一緒に過ごした楽しい日々をどんどん思い出しました。彼女が本当に私のことを大切にしてくれていることが分かって、涙が目にあふれてくるほど幸せでした。この手帳は他の誕生日のお祝いを全部合わせても比べ物にならないものです。手書きの文字は人に幸せを与える温かさがあります。でも今、手紙を書く人はあまりいないそうです。先学期、日本語のクラスで先生が、皆さんはどれぐらい手紙を書きますか?という質問をしました。21年間で一度も書いたことがないという驚くべき答えもありました。でもそれは無理もありません。時代が進歩するとともに、効率が大切になってきて、メッセージを伝える方法も変化しています。昔は手紙でした。今はメール。将来はもっと便利で、効率が高い方法もどんどん出てくるはずでしょう。こういう時代の流れに、いずれ手で書くという時間がかかりすぎる方法は、人に忘れられてしまうかもしれません。でも、私はやはり、手紙には手紙の良さがあると思っています。パソコンやスマートフォンの文字は誰がタイプしても同じフォントです。そしてタイプされた文字は便利というイメージがあっても気持ちがこもっていないというイメージともつながるかもしれないので、なんだか冷たいと思います。一方で手書きの文字は人によって違いますから、書いた人の気持ちをもっと表現できます。何でもタイプするのに慣れている今だからこそ、
手書きの文字の温かさをもっと感じられると思っています。だからせめて家族や友達の大切な人に気持ちを伝えるときはテクノロジーの流れに従わないで手で書いた方がいいんじゃないかなと思っています。たとえ短い手紙でも相手に書いてあげられるならきっとメールより何倍も良くて相手の大切な宝物になれると思っています。先月大学の親友の誕生日でした。私は長い手紙を書きました。恥ずかしながら親友なのに手で彼女の名前を書くのは初めてでした。文字を一つずつ真剣に書くと自分も嬉しくなりました。手紙を読んだ彼女は、あなたの字は昔からこんなに綺麗なの？と嬉しげに言いました。でも私は分かっています。別に私の字が本当に綺麗になったわけじゃないということを。ただ私の気持ちをちゃんと受け取ってくれた彼女の目に私の字が綺麗に映ったのだということを。ご清聴ありがとうございました。